こんにちは、ヒヨリスタイリングまめるです。ヒヨリスタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。今日のテーマはこちら、骨格診断タイプ別トレンドのマーメイドスカートってどう選ぶ。ウェーブタイプ。マーメイドスカートが一番得意なのはウェーブタイプの皆様です。ウエストからももにかけて丸みのあるデザイン、そして膝上にある切り替えがあるとよりエレガントに重心が上がってスタイルアップして見えますよ。柔らかなフリル素材が得意ですので、ぜひふわっと揺れるデザインを選んでいただきますとよりエレガントになっていきます。フリルの長さが短いと可愛らしく、フリルの長さが長いとエレガントになりますので、なりたいイメージに合わせて選んでみてくださいね。丸みがあまりないデザインを選んでいただきますと少しカジュアルダウンしていきますし、横ももが張って気になる方にも使いやすいデザインになりますので、体型カバーしながらトレンドが取り入れられますよ。ナチュラルタイプ。マーメイドスカートはナチュラルタイプは苦手ってよく言われますけれども、カバーしたい部分がカバーできちゃえば大丈夫です。厚みのあるケミカルレースでおしゃれの部分カバーしていきましょう。そして丸みがあまりないデザインを選んでいただきまして、ランダムにウェルフリルを選んでいただきますと似合うようになりますので、ぜひ試してみてください。そして今年トレンドの鍵編みニットもナチュラルタイプの方が一番得意なデザインです。リゾートの時にさらっと着こなしていただけますととてもおしゃれに見えますよ。ストレートタイプ。ストレートタイプの方がマーメイドスカートを選ぶ場合には素材感しっかり気をつけてみてください。張り感があって落ち感のある素材になっていると似合うように変わっていきます。腰回りはスッキリとしたデザインで、くびれはあまりないものを選んでみてください。一番のポイントは切り替えの部分が膝の部分に当たることになります。カジュアルな素材でも程よい厚みがあれば似合うようになりますので、ぜひ楽しみながら選んでみてくださいね。いかがでしたか。骨格診断のタイプ別で似合うマーメイドスカートもこんな風に変わりますので、ぜひ似合うものを選んでみてくださいね。ヒヨリスタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たいという方は動画下のチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それでは本日の動画はこれで終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひグッドボタンやコメント、そしてリクエストはコメント欄の方でお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。